全力でしなさい。部品が欠けてるけど何かに使えそう。今日は運がいいよね。ハラ、一見の価値がありそう。
Thank you.
ないわ。
センサーに船を丸ごと奪い去られるわよ。いつも達成感がある。
Thank you.
個も固有生命のない惑星ね。つまり心配すべき対象は一つ。他の訪問者。
職。これは予想外だわ。どこへ続いてるの？
索中。いた。勝者は全てを奪えるのよね。
私たちならエクリプティクよりも上手に積み荷を担ぐ。もうできる。引き取ってあげましょう。何か御用があれば。ああ、どうぞ。
せしてここからおさらばするまであっという間だ。静かなのは喜ぶべきことなのにどうも落ち着かない。ヴァンガードにとっても UC にとってもここが重要じゃないのは分かってる。それでも守る価値のある注意、気をつけて。生きて終える冒険はいい冒険。金製品をスキャンする間、そんなことわざなかった。現在の航路を維持するように。よし完了。ニューアトランティスでの滞在を楽しんでくれ。受信した。どうしたんだ。ああ、一見の価値ありだ。Thank you.
同士助け合うようにしてるの。いい時に来たな。今日はバーテンダーが濃いめに作ってくれてるぞ。仕事で街に来たのか？コンステレーション？そいつはすごい。
ずっとあんたたちを尊敬してるんだ。いろんな星を探索するのが仕事なんて夢みたいだよな。どうやら似た者同士みたいだな。実は仕事を探しに来たんだ。マストの兵器テスターを辞めたばかりでね。そりゃなんて偶然だ。船で働けるなんて完璧じゃないか。次はこの町から離れられる仕事を探そうと思ってたんだ。条件は？いくら俺が話のわかる男？夢じゃないだろう。うまくいってる？何か欲しいものがあったら言って。この辺じゃニュースになるようなことはあまりないわね。そうそう、ニュースといえばデビッド・バロンよ。ほら、 SSNN のアンカー。あいつのことを自由公正同盟の審判だと思い込んでる連中がいるわ。バカバカしい。アキラシティに対してあまり批判的じゃない。ともかくいいところに来たわね。またいつでも。また会えて嬉しい。何か飲む？そう。バカバカ。ともかく先週シャオ将軍は海兵隊をウェルに送り込むべきだってわめいてるやつがいたわ。個人的には誰だって自由に考えを発言していいと思ってる。どうせ何倍かやったら抑えられないだろうしね。ウェルから出られない人はほとんどが好きでそうしてるわけじゃない。それにあそこの状況はそんなにひどくない。また来て。必要なものが並んでない。どうぞ見ていって。
ジュニソンマーケンタイルでお買い上げいただきありがとう。狂信者が宇宙に住んでいるか、母星に帰れなくなったのかは知らないが、奴らは必要なものは忘れてますね。ここに戦争時代の古い施設を警備掃除している。ちょっとビアンキ、売ってくれたブーツ何かおかしいわよ。あれをメトロに履いてったらいきなりシャトルの運行が遅れて、コーヒーを頼めばバリスタが注文を間違え、まるで呪われてるみたいに悪いことばかり起こるの。あなたのブーツを履いてる時限定でね。それで俺にどうしろって言うんだ。決まってるわ、お金を返して。わかったわかった、ブーツは引き取る。だから俺からこれを買ったなんて誰にも言うな。いつかビッグな宇宙パイロットになってやるんだ。自分の船、自分のクルー、自分のスポンサー。喜んで取引するぞ。ああまたこの、ああそうだ、あれを返品し、あのブーツは本当に呪われてるのかもな。違いないな。いずれにせよ商売にとっちゃマイナスだ。うん、お前パイロットだよな。一つ頼みを聞いてくれないか。銀河の果てにあるデンっていう UC のステーションのことを聞いた。そこへ行ってこのブーツをクレートに隠してきてほしい。報酬にクレジットを出す。ようやくこの呪われたブーツを始末できるな。とんだブツだったよ、ブーツだけに。ほら、仕事が終わったらお前に渡すクレジットを用意しよう。
それはどのくらいかかるの？これは全部合法だ。マジだぞ。どういうつもりだ。また新しい契約を結べた。在庫は不安定だが、入手先はいくらでもある。
あらゆる状況に備えるのがいいと思う。でも限度がない。そうでしょ。貿易管理局に御用件をどうぞ。承知した。俺は文句なしにこの吐き溜めで最高のパイロット。おい新入り、なかなかいいブーツを持ってるな。売ってくれるか。そうだな、500クレジット出すぞ。どっちみち俺の方が似合うだろうからな。やったぜ。
そういうのが一足欲しかったんだ。ちょうどサイズも俺にぴったりだしな。正直なところ2000までなら出してたぜ。別に騙したかったわけじゃねえ。ただそうしようかと考えてはいたがね。不審なことや違法行為を見たら必ず知らせて。ヴァンガード、私たちのものになったっていうこと？何かご入り用？ええ、もちろん。
油業者は真っ当な業者に見せかけるためにホープテックの船を好む。当のホープテックはどう思ってるのかしらね。文句は聞きたくない。銀河のすべてを持ち運ばなくてもいいでしょ。ねえ、thank you.
失礼。わかったわ。こんにちは。宇宙船は有人星系の要だが、貿易管理局がなければ社会は止まってしまうよ。記憶違いでなければ君は新顔だね。ホープタウンに無限の可能性を感じてもらえるといいが、我が貿易管理局と同じようにね。素敵な場所だ。自由奔放でね。もし訳ありな貨物があったら力を貸そう。そうかい。君とは仲良くやれそうだ。取引もね。何か御用かな。それを聞きたく。歓迎するよ。俺の名はサルだ。また新顔だな。ピットストップへようこそ。いろいろ取り揃えてるよ。で、ホープタウンにはどんなようで？ベストディフェンスの誰かが人を探してるって言ってたな。詳細は知らないけど、サッズってやつだったかな。いや、ソーズか。まあすぐわかるよ。気をつけてくれ。みんな割と荒っぽいから、銃さえ見せなきゃ問題は起きないよ。あんたのことが気に入った。何かいるかい？酒以外もいろいろあるよ。これがメニューだ。こんにちは。ロンホープはこの町を良くしてくれた。酒場での喧嘩はたまにあるけど、普段この辺はとても静かだ。新人だね。何か用？そうなの？まあ期待に添えればいいけど。レンジャーのニア・カルーダ。生まれも育ちもホープタウンだから、ここのことは熟知してる。
仕事をする上で役に立ってるよ。とはいえこの辺の平和を保つことはどちらかといえば治安部隊の役割だけど。こちらこそ。通常はない。彼らの問題の大半はその地の治安部隊が対処する。とはいえ時々仕事の一環として機密情報にアクセスする必要がある。バッジの有無にかかわらず帳簿や個人ファイルを見られることを嫌がる連中もいる。ただ正直言えば滅多にないことだ。ほとんどの人たちはそれが公益になることを知っているから進んで協力してくれる。さようなら。すいません、ちょっと困ってるの。見込みは薄い。ホープタウンを経由するビジネスはそれなりの数があるけど。落ち着いて。知ってる限りほとんどが合法よ。はあ、私なら大丈夫。貨物船の船長になった時はただ何時なのに、今や処刑。どこから話せば。私はある小さな会社でマーカブっていうオンボロの船を飛ばしてるの。最近始めたばかり。アクチュエータとか苗木とか鉱物とかそういうつまらないものをいろいろ運んでる。普段通りの仕事中にすごいトラブルに巻き込まれたことはある。なら分かってくれるわね。でマーカブの担当になったの。最初の積み荷はスラグスティールだった。別に珍しくはない。だけどネオンを出てスキャンを受けたらとんでもないことになったの。スペーサーや自由航行警備隊が現れた。エンジンを切って金製品を引き渡すよう警告されたわ。中にはいきなり発砲してきたのもいた。それで生計を脱出して貨物も捨てて、それ以来ずっと逃げ続けてる。わからない、仕事で運んでただけだから。でも悪党が欲しがるものだったみたいね。それは今から話すところ。ある追跡者が来たの。賞金首を狙ってたみたい。つまり私。ここからが肝心なんだけど、船はみんなに知られてる。でも私の情報はデータベースに載ってない。連中が知ってるのはファヒームという名字だけ。だからピットストップに行ってマーカブのファヒーム船長だと伝えてもらえれば、もしかしたらその追跡者と話がつけられるかも。本当にありがとう。連中が知ってるのはこのスレートに載ってることだけ。大した情報じゃないわ。相手はカウボーイハットをかぶってる男よ。気をつけてね。感謝してる。ここではいつも何か楽しいことがある。貴重品から目を離さないで。自分の身を守れないならここを去ること。ここは工場以外に。ホープテックの船を気に入ったことはない。気に入られたくて作ってるわけじゃないでしょうけど。どんなご用ですか。こんなにお得な貨物船はないわ。モットーは銀河中に運びます。稲谷が担当です。いい一日を。よそ者め、面倒ばかり持ち込みやがって。
な。途中でタングステンが切れた。融資の確認を待ってるの。お役所的でしょ。どうかした？デスクのすぐ隣にコーヒーマシンが欲しいな。武器をしまっておけば問題は起きない。何かご用？ホープテックセールスへようこそ。インボイスを見せて。融資の契約は済んでる？あら、顧客候補なの？私たちの商品は選手から船尾まで頑丈にできているということだけ分かってもらえばいいの。他のスターヤードは装飾とか変な機能があるかもしれない。でもホープテックは300回安全で時間通りに貨物を届けられることが大事だと思ってる。賢い人なら見た目より質を重視するでしょ。わかる？それでどんな船を探しているの？よかった。ここで働くやつは派手に働く。しっかり働けば悪くない生活ができるわ。よく聞け。商品を盗もう、値切るな。それと昔は違った。俺も何度か盗みとか騙しにあったもんだ。今は自分の利益を最優先に考える。偽のありさまを見て不安に。多くの客を見てきて。何かお探しかい？Thank you.